自転車の共有サービス、いわゆるシェアサイクルの利用状況や一データを観光に生かそうという連携協定が、今日う、いかる町で結ばれました。締結式に臨んだのは、いかるが町の中西町長をはじめ、シェアサイクルの運営会社の代表など4人です。 協定では、観光客が自転車に乗ってどのようなルートで観光地を回るのかといったデータを位置情報などを使って集め、そのデータをイカルガ町や観光協会が今後の観光対策などに活かすことにしています。イカルガ町は宿泊施設を増やすことにも力を入れており、自転車共有サービスの導入で観光客の滞在時間がさらに伸びるのではと期待を寄せています。 サービスは今日から利用することができ、専用のスマートフォンアプリを使えば24時間誰でも乗ることができます。町では、今日オープンした法隆寺アイセンターの駐輪場に加え、今後町内外にも駐輪場を増やしたいとしています。